タレント活動がどうなんですか。こちらの方もですね、やっぱりあの政治活動があのメインですので、政治活動が一番私の人生において大切なことです。なのでそちらの方はあの今後、まあ、あの相談させていただいてということですね。なんか自粛してるとかいう報道もありましたけど、あれはどうなんですか。そちらの報道はちょっと私はご存じない、存じてません、はい、自粛をしているわけではない、そうですね、はい、自粛してるわけで、まあ、ホームページもちゃんと残ってるし、タレント事務所のホームページもまだ残ってますよね。そうですね、はい、一応そうやるはされていると。で、そうですね、はい、すみません、東京市民の政府の申しが、生活実態が実際にあったというご主張でよろしいですか。はい、その通りです。あの確認なんですけど、その住民票を、はい、期限前に移せば、はい、よしと思ってたのか、はい、それともその住民票を移すのと同時に、はい、生活の本件もそれに伴わなくちゃいけないっていう解釈で、はい、当時はいたのかっていうと、はい、どちらになりますか。あ、後者です。後者です、はい。あと家族の証言の関係で、はい、あのさっきあの事実と違うということ で先あの立川さんの身分に関することなので、はい、これ当然あの選管には、偽証罪に問われるということを、はい、あらかじめ通告されてから、はい、ご主人なり義理のお母さんは、証言していらっしゃるということなんですけども、はい、これもしあの立川さんの事実と違うとなれば、はい、それあのご主人だとか義理のお母さんに対して、はい、まあ、何かの偽証だといった法的手続きとかも考えられると思うんですけど、それはどう考えますか。はい、法的手続きを私が取るかということですか。はい、そちらの方はあのまだあの検討しておりませんけれども、はい、検討してない、はい、それなんで検討しないんですかね。これあの議員が失う大事な問題で、まあ、大きなこの根拠になっていると思うんですけども、今回当選の選管が決めた大きな根拠の一つとしてご家族の証言というのを一つ挙げてるんですけども、はい、まあ、それが事実と違うとなればね、はい、あのまあ、今後 の、まあ、あの県の選管の調査等もありますので、段階を見てですね、あのそちらを考えさせていただきたいと思います。はい、今回のこの問題を受けて、例えば支援者の方とか何かこう言われていることってありますか。言われている、この問題について、あ、まあ、例えば励ましだったら逆に気になるとか、まあ、3回目のこと言って、あ、あの市内でですね、あの立川明日香を働かせあの応援する会っていうのをあの発足していただきまして、あのたくさんの支援者の方々からあの応援と励ましの言葉をいただいております。今回の件に負けないで頑張ってニーザのために働いてくださいということでご意見をいただいております。はい、あの無所属会派組まれていると思うんですけど、会派の先生方っていうのは、はい、会派の先生方っていうのはもう今回のことに関してはあの確かに、まあ、基本的には応援されていくと思うんですけど、はい、どのようなことをおっしゃってますか。あの今回の件に関して、あと今後について、まあ、会派として今後やっていくのかということも含めて、あ、はい、あの全面的にあのバックアップしていただきまして、はい、あの、あの今回の件について何か特別に言ってらっしゃることってありますか。あの今後あの、まあ、同じ会派としてずっと政治活動を続けていくものとしての、まあ、ミーティング等のやり取りはありますけれども、現在その加山先生方と我々が一緒に活動されていることって、まあ、もちろん続けてらっしゃると思うんですけど、はい、それって言ったらちょっとどのようなの、まあ、あの3月議会が終わった後ですので、その、まあ、結果報告などのタウンミーティング等の予定をしております。リカスコです。弁護士さんなんですけど、あのなぜ立川さんを担当することになったか、何かこう過去の縁とかあるのかということと、あと今回、まああの担当することになって、あのなんかこう手応えというか勝てるぞっていうその、まあ、今のこう具体的なところはどうかっていうのを弁護士さんの方に聞きました。
まあ、あの私がご依頼を受けた経緯についてはちょっと詳細を申し上げることはできませんけれども、まあ、あの離婚の関係で、まあ、調停の方の担当もさせていただいている関係で、まあ、今回こちらもさせていただくことになっています。まあ、手応えについては今本人が申し上げた通りですので、まあ、実態は生活自体上がったと考えておりますので、あのきちんと判断していただけると思っております。はい、なぜ今回のような問題が起きているんですか？もう一度。なぜ今回こういった問題が起こったとお考えでしょうか？そうですね、やはり私が、まあ、ブログ等であの活動状況や私の、まあ、政治理念などをあの更新させていただいて発表させていただいているんですけれども、あのまあ、市民の方に直接お会いして私の思いをあの発信する場というのが今ちょっとあの自分で思っていたよりも少なくて、あの私の活動 に対してあのもう少しあの理解をしていただいた方がいいなというふうにあの感じましたね。そう、まあ、ちょっと自分自身の情報の発信の量が足りなかった、そういうふうに考えています。